こんにちは。手で芸をするコミーです。これは揺れてます。いきなりだ。地震ですね。これはコミーの時間でもね、少し見ていただいたんですけど、船橋のランお嬢ちゃんとお話し会 in 船橋で皆さんが持ち寄っていただいた、お菓子たちです。これがテーブルの上にこうダーッと並べられて、まあそんな様子も見ていただいて見ていただけるかとは思いますが、報告の動画が長くなってしまいそうで、すごいどうしようか迷って、いただいたものをちょっと一本の動画にしてみようかなと思って、今日はそのいただいたものを紹介するという動画になります。これは、はい、まあこれはみんなで食べようって持ってきていただいたんだけど、まあなかなかね全部食べきるとかいうのはちょっと無理なんですよ。編んでたり喋ってたりすると結構ね3時間ってあっという間なんですよね。だからなかなかうまくいかないですよ。その広げていただくんだけどなかなかね。でちょっと順番に行きます。あら、じゃーん。これはね、お子さんが貼ってくれたというシール。ね、かわいいですよね。こうやっていただいたんですよ。個人情報ですけどね。まあ、それは全然問題ありません。これはクーさん。コミーの時間にもね、来ていただきました。おちょぼちゃんとお話し会の日の飲んでくださいって渡されて、え、酒みたいなね、面白い。猫茶、これはお茶ですね。煎茶、こっちが猫茶。猫茶、はい。これちょっと私よくわかんないんですけど、ちょっと開けさせていただきますね。これおしゃれなお店ですよね。私よく知らないけど、これ見たことはあるよ、このお店の名前は。これはバスパウダーってなってる。すごいいい匂いだ。メープルマッサージウッド、マッサージウッド、つぼ押し、へーへー、ありがとうございます。やります。私つぼがどことかそういうの結構好きなんですよ。これ確かにそうね、持ちやすいかも。ね、これでここで押すってことですよね。ことか。あ、これいいかも。ありがとうございます。はい、ちょっとじゃんじゃか行かないとね。ちょっと上から順番に行きます。はい、これ見たことある方いらっしゃいます？これは、どこっつったっけ、キャンドゥっつったっけな。ちょっと変わり種の糸ですよね。うん。でこれが台湾って言ったかな、で買ってきていただいたということなんですよ。柔らかい、ふわふわ、アクリルとウール50/50ね、すごい素敵、色が
れだな、なんかちょっとその色の変わり方が段染めっていうのかな、なんか感覚がねちょっと面白いから、おちょぼちゃん用のっていうのもありかもしれないけど、どうでしょうね、どんなスタンスで変わっていくのかがちょっと分かりにくい。あ、で昨日ちょっとこうお話には出ていた味噌ラスク、このこういう風になって皆さんで食べた感じで残りを私がいただいてきたんですよ。こういう感じになります。ごまとね、これ匂いは伝わってるといいけど伝わるわけがないね。私今開けたらすごいプーンっていい匂いがしてそう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 みたいな。でね、昨日話題になりました、あの私がノーマークだったコリンさん、これねこういう風にしてセットして持ってきてくださったんですよ。一人ずつあのお菓子食べれるようにって言って、すごい豆ですよね、こういうラインナップでしたね。このなんか詰めてくださっているというその作業の手間をかけていただいてね、それを想像するとありがたいですね。そしてコリンさんからはこれもいただいて、これはフラワーティー、ちょっとおしゃれな紅茶、ビオラが入ってるんだ。それと豆乳ほうじ茶クッキーです。マクロビオティッククッキー、意識高い系ですねトランス脂肪酸ゼロ、こりゃめちゃくちゃ体にいいやつですよ。これ安心して食べれるやつですね。ありがとうございます。そしてちょっとねこれはびっくりしたんですけど、私こういうの作ったことがないからちょっとびっくりしたんですよ。わかります？ビーズ、すごいすごいって、もうなんかすごいしか言えなくってね、内側は糸なんだけど、ちょっとこういうの私昔持ってた気がします。子供の時こういうビーズでできたがま口みたいなやつ、これ作れるんですねこういうのがね。いやもうちょっとさっきからああすごいああすごいと思って、これこれは作ろうと思ったこともないし作れると思ったこともなかったから、いやちょっとなんか気になるわみたいな。そして皆さんね見ていただいているから、私に何をあげたらいいのかっていうのはね考えることは皆さん同じみたいな。このかぎ針入れですよね、これかわいいのここにね入る感じになっていて、もうこれは簡単ですよ、あのめんどくさくないようにというやつですよね。で外側は編んで内側に布でくっつけてね、素敵ですよね。そして今ハマっているというのを多分見ていただいたのではないでしょうかね、宇治抹茶カプチーノ、ちょっとこれ楽しみです。ちょっとまだ抹茶ブームは終わってないので、はいはい、ちょっとこれ楽しみにしてます。トラコさんだと思うんですけど、ちょっとごめんなさい、本当にごめんなさい、バタバタしていてね、ありがとうございますっていただいておきながら、でもトラコさんだと思う本当に申し訳ない、ひどいですよね。そしてこちらもう開けてあるんですけど、シュミーさん、どうしよっかなどうしよっかな、
こちらはね、玉編みですよ。懐かしいね。なんか入ってた。今気がついちゃった。ちょっとこれやばくない？何と大きさ比べたら分かってもらえるだろうか。私の手は小さいです。何と比べたら分かりますかね。なんか何にもないな。何？こういうのでいい？ちょっとすごいけど、大きさが分かっていただけますでしょうか。これはこういうやつですよ。すごいよこれ。びっくり。ちょっとさっき気がつかなかった。これ開けた時、あらまあ、ちょっとこれちょっとどうしようすごい。40番とかかな。いやー、ちょっとこれ大変だったんじゃないでしょうか。目の事情とかまだないということかしら。まあそれだとしてもちょっとね。そして紫っていうのはもしかしたら選んでくださってるかもしれませんね。こちらも紫ね。ありがとうございます。このちっちゃいおとぼちゃんどうしよう。そしてなんと私初めていただきました、オパールケイトびっくりしちゃった。と思って。バタフライね。冬になったら大事に使わせていただきます。ありがとうございます。そしてね、ちょっともういろいろあって、こちらも入っていたんですよ。おちょぼちゃん見えますよね。あのちょっとそれはこれでは言わないでおこう。とりあえずいただいたものの紹介の動画なのでね、振り返りの動画ではない。おちょぼちゃんですよ。ちゃんとね、ここ紐もついてます。趣味のみよりわかりますか、この字で。趣味さんのお子さん、女のお子さん、娘ちゃんが、作ってくれたんですよ。でお手紙もついていて、ちょっと中身はね、あのお見せするとあれだから、あのお母さんに教えてもらって編んだということなんですね。素敵で、いつもね動画を見てくださっていて、みーさん、シュミーさんの娘さんのみーさん、ふたつきマグカップが楽しみなんだそうです。そしてあの私にも会いたいというふうに手紙に書いてくださっていますよ。ありがとうございます。本当に可愛くできてるね。上手にできてるよ。うんね、すごい嬉しい。ね、親子で編めるっていうのはすごい素敵なことですね。で、どういう風に紹介したらいいかしら。で、シュミーさんからはもうお手紙もいただきました。もちろんお手紙はちょっとここではね、あの公開しないですけど、読ませていただきました。で、ここもちょっとちゃんとね、YouTube のナイスパは皆さん公開になっているので、ちょっと今回はこちらも紹介させていただこうと思います。これは今回ひとみみさんとむくママさんで企画したような感じで、本当に私行くだけな感じだったんですよ。あのお部屋の、まあそれもここでお話ししなくてももう一個の動画で言うと思うんだけど、
ここでちょっと見ていただきたいのが、ひとみみさんからスパチャいただいています。そしてお部屋代はムックママさんからのスパチャとなっています。お部屋代はちょっと私わからないんですけど、まあ想像するといくらぐらいっていうのはなんとなくわかります。ひとみみさんとムックママさんからスパチャいただいています。ナイスパナイスパ。そしてシュミーさんからもなんとナイスパいただいています。はい、こちらあの手紙の中に書いてありました、ナイスパということで、あのありがたくいただこうと思います。はい、ありがとうございます。こんな感じで今日いただいたもののご紹介させていただきました。はい、本当にね、用意してくださっているということがちょっと私もありがたいです。そういう時間を割いてくださっているということですよね。それを準備する、あの手作りする、なんかだからそういうのは本当にありがたいなといつも思います。なんか私なんかがもらっちゃっていいのかなとかいつも思うんですけど、そしてね、あのまあ前にご相談させていただきたいことという込みの時間でご相談している時に、その寄付というんでしょうか、スパチャのお話とかもね、たまたまできて、その辺もお伝えすることができたので、こういうふうにいただけているのかなと思います。はい、なのでね、そういう思いをきちんと私も形にしていきたいなと強く思いました。はい、まあね、その時にも言ったんですけど、まあ皆さんを仲間と思っていたりするので、何か私がしようと思っていることに賛同していただける方がおりましたら、ぜひぜひ、皆さんと一緒に何かね作り上げていきたいというふうに思ったりしています。そんな感じでちょっとご紹介ザザッとになりましたが、ね、報告の動画の中ではちょっと盛り込むとすごく長くなってしまうので別動画にしてみました。楽しい場になっているだけではなくて、このようなことまでしていただいて本当に申し訳ないというか、ありがたいというか、はい、またいろいろなところでね、皆さんにお会いしていきたいというふうに思っています。はい、では、今日はプレゼントのご紹介、皆さんからいただいたもののご紹介ということで、そんな動画になりました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。